皆さんこんにちは、しなたんです。今回は9月ラストということで9月のお気に入りを紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、それでは紹介していきます。まず1つ目はこちらの無印のほうじ茶ラテです。これは1年前ぐらいに初めて飲んだんですけど、もうとっても美味しくって、そっからずっとハマってて、でなんかいつも無印行った時にずっと探してたんですけど、なかなか売ってなかったんですけど、最近またこの季節になってやっと発見することができました。発見してもう2つ買いました。もともと私ほうじ茶が大好きで、家のお茶もほうじ茶なんですけど、これは本当に美味しくって、なんかいつも朝とかお母さんが出してくれたりするんですけども、朝からすっごい癒されてます。それぐらい好きで、ほうじ茶の味もしっかりするし、でラテなんでちょっと普通のほうじ茶よりも甘くなってるんですけど、そんな甘すぎるほどでもないので、すごい飲みやすくて気に入っています。普通に1杯作るのにだいたい 14g って書いてあって、で内容量が 120g なので約8杯分飲めます。8杯分飲めて確か300円ぐらいだった気がします。最近スタバでもなんかそのほうじ茶クリームフラペチーノとか言ってほうじ茶が来てると思うんですけど、本当にめちゃくちゃ美味しいので皆さんぜひ飲んでみてください。2つ目こちらです。サナエクセルスキニーリッチシャドウ SR06 番っていう、この秋の新作の色味なんですけど、このエクセルのシャドウ、あのオフェロメイクの時にちょっと使ったんですけど、アメ感が本当に綺麗で、私よく最近愛用してるんですけど、本当にこういうすごい秋カラーなので、これからの時期もちろん使えると思うし、どれもね本当使いやすい色なので、秋から冬にかけて、もう多く言えば春でも別に使えるんじゃないかなって思うぐらいすごい可愛い色味のアイシャドウです。でこれで1500円ぐらいなので、そんなにめちゃくちゃ激安ってわけではないと思うんですけど、本当にラメも綺麗だし、色味もすごい絶妙な色でとても綺麗なので、しかもこの一つだけでグラデーションができるっていうのがとても魅力的かなって思います。ぜひ皆さんも買ってみてください。本当にいい色です。3つ目は今つけてるカラコンなんですけど、このカラコンはティアモのクラッシーのグレーという色なんですけど、私結構昔からティアモのカラコンが好きでとても愛用しているんですけど、なんかすごい安いんですよ。普段はなんか5000何円っていうぐらいの価格で売ってるんですけど、頻繁にセールをやっていて、 LINE とかも登録するといろんなクーポンとかがもらえたりだとか、両目で980円とか言ったようなすごい激安なセールもたくさんやっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よくね、ライブとかでも私最近これつけてるんですけど、そのカラコンめちゃくちゃ発色いいですねとか、そのカラコンどこのですかみたいな、すっごいたくさん質問が来るので、やっぱりこのカラコンめちゃくちゃいいなって改めて思いました。カラバリももうなんかブラウンもあるし、グレー、ブルー、パープル、グリーンだったかな、もうたくさんいろんな色味のカラコンがあったりとかして、とてもおすすめです。であともうすぐハロウィンということで、多分もうそろそろ、去年も出てたんですけど、もうそろそろハロウィンのカラコンとかも出始めるかなって思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。前にブログでこのティアモのカラコンを紹介したことがあるので、そのブログの記事の URL は概要欄に貼っておくので、よかったら皆さん見てみてください。4つ目、こちらです。このゲスのバッグになります。で私こういうなんか黒のショルダーバッグにできる紐がチェーンタイプのバッグをずっと探していて、なんかシンプルな洋服とかの時に斜めに黒のチェーンのバッグかけるとすっごい可愛いじゃないですか。でそういうコーデをずっとやりたくって、で8月の最後ぐらいにこれゲットしたんですけど、9月はほとんどこのバッグを使ってました。でなんかこのゲスのバッグはZOZO タウンで西洋していて、半額ぐらいで買えました。確か多分6000円ぐらいだったと思います。でももちろんめちゃくちゃ安いってわけでもないんですけど、なんか最近ゲスとかよく着てる人多く見かけたりだとか、すごい流行ってるのでちょっと買ってみました。なんかもうそんなにたくさん入るってわけではないんですけど、まあ、財布も入るし、あとカメラもねギリギリ入るので、私はそこが気に入ってよく使っています。でこのバッグなんですけど、ショルダーにもできるし、もちろんこのこっちを引き出せばハンドバッグとして使えることもできます。チャームとかもすごいおしゃれで、すごく可愛いです。このバッグは季節問わずいつでも使えるので、これからもめちゃくちゃ愛用するんだろうなって思います。はい、ラストこちらです。このグレンチェックのスカパンになります。これめちゃくちゃ短いんですけど、後ろもパンツになってるので
すごい安心です。これはアストラディバリウスで買いました。でこのスカパンなんですけど、もう今季流行りのグレンチェックということでめちゃくちゃもう気に入っているんですけど、この前ユニバにまた行ってきたんですけど、その時もこんな感じで友達とそれでコーディネートしました。足も細長く見えるのでとてもお気に入りです。でストラディバリウスは最近なんかこういうグレンチェックのものも結構置いてたりするので、プチプラなお店なので皆さんもよかったらぜひチェックしてみてください。このスカパンを使ったコーディネートとかも1週間コーデの中とかで出てくるかなって思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、今回はこんな感じで9月のお気に入りを5つ紹介しました。どんどん秋になるにつれて服装とかも変わってきたりだとか、コスメの色合いとかも変わってくるので、それも皆さん楽しみにしながら YouTube とか見ていただけると嬉しいかなと思います。あとよかったらみんなの9月のお気に入りとかもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。ほうじ茶ラテ美味しいから飲んでね。